こんにちは、トリビです。ということで、今回ですね、ポケモンカード25周年を記念して発売した、ミリズシリアル。まあ、日本でいうとこの、ミルクボーイとかがネタにしているコーンフレークみたいなやつを購入すると、ついてくる、プロモパックを外国から、お取り寄せしたんで、開封していきたいと思いますと。前回の動画で、マックとの25周年コラボキャンペーンのやつだと、俺20パック開封したんだけど、このピカチュウの、キラキラ光ってるプロモカードは手に入らなかったんですよ。当たらなかったんだよね。でもって、まあ、今回のこれにもね、そのピカチュウの25周年記念の、プロモカードが、手に入るってことで、俺ね、20パック、購入したんだけど、大やらかしをしてまして、それが、なんと、後から知ったんだけど、このパック、ピカチュウのプロモ、確定封入らしいです。それを最初から知っていたらね、まあ、正直ね、ピカチュウのプロモそんなに枚数はいらないんで、マックの方のプロモをたくさん買っときゃよかったって後悔はしてるんだけど、実際こっから、まあ、それ以外にも、ホイール仕様っていうか、光ってるあたりで、まあ、ヒメンカとかモルペコ、ボニータにミブリム、ウールーみたいなそんな感じで、そこら辺が出る可能性があるんだよね。まあだからせっかくだから、まあ、こんだけ向くってことで、そこら辺も狙って開封やっていきたいと思います。ということで早速やってみましょう。はい、それじゃあ1パックずつ順番に見ていきましょう。ここで、じゃーん、こんな感じ。いいね、外国だからね。せーの、ピカニキ。はいはいはい。これを狙っていたわけなんですよ。これを狙っていたら、もう1枚目で確定で封入するっていう、そういうことでございます。で、この次に光ってるやつが来る可能性があると。ただ、今回は来なかったね。はい、雪ハミとワンパチ。まあ、これのノーマルもね、一応入ってるカードは、なんていうのかな。もう決まってるんで、カードリスト、まあ、出しといてもいいけど、そんなに種類はないかな。だからこの開封を見ていたら、そのうちわかります。俺は公式ホームページに、なんか頑張って英語とか検索してたらたどり着きました。はい、じゃあ次行きます。ピカチュウ。ここまではピカチュウ。この次。この次で、俺、モルペコとか、正直、モルペコとかガラルポニータ欲しいかな？いやー、残念。来ない。結構確率は少ないっぽいな。いや、そういう意味では20パック買っていたのは、正解かもしれない。この光ってるカードが2枚連続で続いたら、まあ当たりパックですね。さあ、ピカニキ、ここまでが、こんなにピカニキあって、正直嬉しいけどね。はい！やばい！マジで来ないね。はい、雪ハミに、増動ですね。増動さんが来ていく。よいしょ。はい、じゃあ次です。25周年の、プロモのピカチュウは一応、全部集めたいなとか思って、外国から結構取り寄せてるんだけど、まあこれで今のところは最後ですね。日本でもどんな感じのが来るか楽しみです。違う、ここじゃない、この次。あい、残念。ヤバジャニー、はい、またゾウが来ました。おっと、確率めっちゃ低いな、これ。モルペコとか欲しいんだけどな。この光ってるやつが1枚ぐらい来てから話したいけど、来い。いや、やばい、マジで来ない。え、待って、どういうことだ。来るんだよ、来るんだよ。俺、外国にぎの開封動画を見たんだよ。本当に外国2期の2000再生ぐらいの開封動画を頑張ってなんか見てたんすよ。英語で、英語あんまわからんかったけど。お願いだ。でも切れたんだ、俺は知ってる。やばい、来ない。ワンパチ、いや来ないね、これ。ワンパチに、まあジグザグまであると。はい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 。ピカチュウが大量発生だ。いや、正直ピカチュウを狙ってこれを買ったから、まあ実際嬉しいっちゃ嬉しいんだけどね。はい、いきまーす。あら、やばくない？そんなことある？はい、ヤバジャニドラミシア。やばいやばいやばい、10パック見てそんなに確率低いのか。それは聞いてないです、それは聞いてないです。はい、ピカニキお願い。やばい、やばすぎやばすぎ、本当に来るんすよ、本当に来るんすよ。一応キメンカとかそのモルベコとか他にも光ってるやつは、ポケモンカードの日本だったらジムとかでもらえるカードかな。それの、まあ、光ってるバージョンみたいなのが入ってるみたいな、そんな感じで。はい、イエス。はーい。おー、来ない、マジで来ない、1枚も来ない。いや、急に欲しくなってきた。こんな封入率ならマジで急に欲しくなってきたけど。おいおいおい、待ってくれ待ってくれ、10パック開けて1枚も来ないの？そんなことある？ピカニキが10枚来たから、まあ俺は満足だけど、悔しいんだが、増動に。あ、でもこのガラルカモネギあるだな。いや、待って、1パックぐらいさ、未開封でピカチュウ確定だから取っとこうって思ってるから、これは残りの9パックですね。さあ、じゃあ折り返し地点やっていきましょう。やばい、俺は今なんか闇を暴く開封動画を捨てるわけじゃないんだ闇を暴くやばいやばいやばいそんなコンセプトなんないけど、これ発想の段階でレアデキされてるんじゃない、これ
俺急にそんな気がすぎたよマジで。いやなんかおかしくない？重さとかでわかんのかな。いやなんかそれじゃないと考えられないぐらいの確率なんだが、え、マジで俺今訴えていいっすか？訴えていいっすか？外国人にもうちょっと出てたよ。もうちょっと普通に空入率高かったよ。3パックに1枚とか4パックに1枚ぐらいは入ってた。やばいって。ガラガラに平均ガラガラかもに1枚も入ってなかったらさすがに俺切れていいっすか？さすがに切れていいっすか？1枚も入ってなかったらそんなわけないやろ。モルペコ来たけど、モルペコ。いや正直6種類揃うか。やっぱやーば。やばい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 。まずい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 。そう、いやこれ入ってないっていうことはないからね。入ってないってことはないから。外国なんだからお前入ってないのに、なんかよくわかんない開封してんだろって。え？入ってるよねこれ。ちょっと俺、急に不安になってきたんだけど。これ俺は、入ってるカードだよね。多分入ってるはず。多分入ってる。ここの2枚目に光ってるのが入ってるはず。不安になるわ。不安になるわ、こんなに出んかったら。こんなに出んかったら不安、俺が間違ってんのかな。俺結構、まあ、なんか、こういう外国の商品だから、多分あんまり普段のポケモンカードの商品と違って、見てるリスナーの中にも、初めて見るとか知識がないって人がいると思って、結構前情報とかを、他の、開封動画探したりして、見たり、あとは、公式ホームページ検索で頑張って探したりして、いろいろなんか、一応調べれる情報は全部調べるんですよ。はい。で、そこで何本か開封動画見て、出てたんだよ。ま、ちょっと待って。いや、あるんですよ。いや、つか俺ちゃんと調べるの、ほら見て。これ載ってるんですよ。公式ホームページに。公式ホームページに載ってるんですよ。それを今見ながら喋ってるんですよ。ちょっと待ってくれ。これが最後。マジでやめろ。マジで。闇暴くになっちゃう。さあ、ということで、今回の開封結果になりますと、本当にまずいです、これは。ちょっとこういう感じのパターンになるとは思ってなかったんで、ちょっと動揺しているんだけれども、多分レア抜きされてました。多分ね、それが俺が物ごっつい低い確率で、ちょっと確率とか今、はっきり分かってないから、なんとも言えんけど、俺が他の外国人力の動画を見たタイミングでは、俺と同じぐらいの開封で、まあ、そこそこ、つか全種類ぐらいは出てたはずなんだよ。なので、多分、レア抜きされてました。はい。はい。まあ、いいんだけどね。いいっていうか、よくねえけど。よくねえよ。よくねえけど、あれですね。まあ、一応この、ピカニキ。このピカニキを目的に購入はしたんで、まあそれが、こんだけ、確定不利だから仕方ないけど、こんだけ手に入ったのは、まあ正直嬉しい。これはまあなんか、あ、これ、そうだな。これ、このフレームもう一個あるからさ、それでこれは一個入れて、二個飾っとこう。あとはこれの、光ってるやつマジで欲しいな。なんかもうメルカリとかで買っちゃおうかな。つか、メルカリとかで買っちゃおうかなって言いながら俺実はメルカリ使ったことないっていう。ちょっとなんか怖くて。ただこういうのってお店でも売ってんのかな？お店とかでできたら購入したいんだけどね。まあ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 いいや。まあということで、こんな感じの開封結果になりました。皆さんはね、気をつけましょう。これは、なんていうのかな。あれですね、注意喚起動画です。注意喚起動画って言いながら購入したところを言わないのは、なんかなって思うんで、一応言うと、これ外国から直接輸入したって言ってるんですけど、まあ一応ね、アメリカの住所から届いたんですけど、一応僕は、ストック X っていうアプリを使って購入しました。はい。いや別に、僕がそこで購入したから、それがダメとかそういうわけじゃなくて、まあ、気をつけてくださいっていうことです。はい、ということで今回はこれくらいになります。ここまで動画見てくれてありました。また、明日のトリビさんの動画でお会いしましょう。あら。くそ、やばい。どうしよう。くそ、どうしよう。なんで。え？ちょっともう一回調べよう。マジで今混乱してるんだけど、そんなことある？